トウキユージ松浦綾はい、太陽でよろしくお願いします。ファンなんです。ありがとう。世代だから生で見ると全然違う。ありがとう。すごいヒゲが生えてらっしゃるんですね、松浦綾さん。あんまり人前に出ることがなくなって。ああ、なるほどね。ちょっとね、美意識が欠けてますけれども。よろしくお願いします。怒られるか。大丈夫、美しいです。怒られますよさあ、今日はですね、バーで流行りつつあるゲームで遊ぼう。よはい、今回のゲームはこちらです。ででん、お化けキャッチ。こちらはですね、今この僕らの手元に5つのまあフィギュアが並んでるんですけど、お化けと白いお化けで、青い本で、ネズミ色のネズミで、緑の瓶、赤いソファーがあります。ハイネケンの可能性ありますね。これハイネケンですね。ビールですねで、今からですね、この手元にあるカードを1枚ずつめくっていきます。例えばね、こちら、色と物が書いてあります。で、色と物が一致してるやつが出たらそれを取ってください。色と物が一致してたら同じやつを取る。それを取る、はい、色と物が一致してなかったらここにないやつを取ってください。これだったら灰色はネズミ、だから灰色のソファーは違います。違います。で、ソファーはあるからソファーも取れないです。で、本はあるけど本青色だから本なんです。で、緑はハイネケンだから×っていうことはこのお化けを取る。で、これを一番早く瞬時に察知してパッと取るしたらこのカードをゲットするという、それを繰り返して最終的にこのカードを一番いっぱい持ってた人が勝ちというゲームでございます。なるほどね。そういうゲームでございます。得意よ、これ。レストランでウェイターが落とした爪楊枝の数を瞬時に82本って数えたからそれはこれと関連するんですかね、その能力。レインマン。レインマンの話。レインマンかやーって最高だ。オッケー、傘でね、銃弾弾くぜ。それキングスマンじゃないですか。ああ、そっちがキングスマンのやつ。はい、というわけで、まあやっていきましょう。お手つきみたいなのもあるの？お手つきみたいなのは、デコピンします。デコピンじゃなくて1枚回数にしようじゃん、取ってるやつ。もう取れるのは1人1回です、その時。オッケーです。では、お化けキャッチやっていきましょう。プーよし。あ、おお、すごい。当たってる、当たってる。正解。白ある、ソファーある、緑ある、ネズミある、ないのは本。おやー、すごい。正解。青い本だからフェイスブックだ。あー、本当だ、フェイスブックだ。本だけに本当だ。本当だー。次行こう。せい。本だ。ネズミ。本じゃない、グレーのネズミ。そう、グレーのネズミで一致してるんで、ネズミ。これ何色ちなみに、こいつ。こいつ青です、これ。これ青？これ青なんですよ。ちょっとこれメーカーさんに一回言わんといけない。メーカーさんによ、それは。本だ。ソファー。本です。ああ、本だ。青い本で一致してるんで、本。オッケー。これこれこれ、違う違う、カード、カード。本だ。本が続いたー。すごい。じゃあ。はい、オッケー。え、何？ソファーじゃない。いや、白いお化け。わあ。一致してるやつはそれを取る。大体分かってきましたね。大体分かってきた。そういうことです。行きましょう。赤い本ですね。お化け。なんでお化け？白もないし、お化けもいない。グレーの瓶の本の赤あるから。すごーい。あー、お化けもいる。グレー。あ、正解。本当？正解っす。お、当たってるかわからない。お化け、赤、瓶、青。オッケー。何も入ってないんだ。あー、お前が。ネズミ、ネズミ。あー、正解、正解。じゃあ、ネズミ。白い本。瓶だ。しゃー。体が動かない。動き、動き、頭体制してます。違う違う、瓶だって口に先に言うんだけど、取れない。体が、もう、の、解釈が体に追いついてない。ソファー。あー、ほんとだ、ソファーだ。お化け。ゆうじは、お化け一択。今、僕の、待って、今、僕の方が早くなかった。いや、取れた方がゆうじさんだった。スローモーションでやってる。スローモーションでやってます。いや、勝ってないです。
ゆうさんの手撫でただけだし、優しくスッて撫でただけだから。おばけ、いいよね、もう回してる判定できたから。赤い瓶のソファーのネズミの本だよ、本本だよ。あ、違う、は、あ、違う、青があるから、青が、グーグーグー、おばけ、うわ、終わった、当たってる俺、おばけ、おばけ、おばけでーす。分かった、必ず4つあるってことだね。そう、必ずどれかは入ってたりしてないやつを取る、もしくは一致してるやつを取る。お手つきは大丈夫、お願いします。お手つき、そう、何と無言で、もう今度は言葉が出なくなった。赤いソファーを取りました。赤いソファー、正解です。瓶です。うわ、ハイネケン、おっしゃ、取り返した。お化けいるよ。グレーがないが、お化け、お化け座ってるじゃん。こいつお化け、こいつお化け、いや、ずっと出てるよ、お化け。お手つきでーす。めっちゃ人間にしか見えなかったなぁ。なんつう言い訳だ。ユウさん正解でーす。俺強い、やっぱユウさん強い。ウケる、ウケる、本ある、緑の入るけ、あ、よっしゃ、さっと取る速さ。赤い瓶、わあ、すごい、同じ色の瓶。よっしゃ、感心してばっかりなんだけど。いやいや、取れてるよ、ユウさんも。シュルソファ、あの、シュルソファのあの瓶の、ほう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 、ほんだ、ほう、ソファ、あ、ファ、俺も出てったよ今。赤いソファまでは出てた。見たい、今もう撮るのというのも同時でやった方がいいらしい。なんで出遅れるか分かった。俺右だからこっからこう来るわけ。みんな、もう体出してじゃん。もう背向けてもいいから。よし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 、行こう。ネズミ、ネズミグレーだ、ネズミ、ネズミ、よっしゃー、嘘だよ。よっしゃ、ラスト、ラスト一番、ラスト、はい、そ、あー、リュウ、お手つき、あー、ファッカー、ファッカー、あー、ほんほんほん、本だ、トモキさん、本だ、本、本、本です。お手つき、お手つきなんでね、一枚ずつ、めちゃくちゃ疲れたな。じゃあもう、数えて、数えていきましょう。俺、隣で数字数えてる人いたら数えてる。いや、これ途中で消したんですけど。口で数えて、ゆずさんちゃんと1、2、3、4、5、2、本当に分かる、1、5、2、3、4、5、あと1枚なのか。5までいって、あと1枚なのに数えきれない。東京で1、2、3、4、5、2、3、5ぐらいになる。5までいって、あと1枚なのに次がいけない。じゃあ6だ。じゃあ6だ。3、4、5、6。自分たち数えないとわからないの。出ました、ゆうさんは6。6枚、僕12。うえぇ、少ない。どっちが3枚。少ない。いや、圧勝です。すごいな。オッケー、じゃあ今日は店のおごりだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。この後飲めるそうです。イエーイ。はい、というわけで、お化けキャッチというゲームを今回やっていきました。皆さんもね、この動画、このゲーム面白いなと思ったら、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。こういうおすすめのゲームもあるよみたいなのあったらコメントとかもお待ちしております。お願いします。というわけで本日は以上になります。ではまた次回、大本で、さよなら。はい、なんで、なんで、怖っ。